どすこい深夜のこっそり食堂です。今日ですね、今ね、ちょっとセブンイレブンのね、ちょっと帰りちょろちょろあってたんですけどね、いつもね、ちょっと気づいてたんですが、遅くまでやってるね。食テロにふさわしい、じゃん。石川商店を見つけちゃいました。でね、これ券売機制なんですよね。で、店内はね、こんな感じで。ね、この YouTuber さんもね、やってると思いますけどもね、僕は僕なりにね、これ食トレの、食、これな、口回んねえだろ。食テロのねショートバージョンで出したいと思います。僕ねもうこれを頼みました。これ早いだろ。石川商店の濃厚つけ麺石川もりそば、これちょっとね、ほらあの店員さんにねちょっとおすすめられてね、厚盛りがいいっていうことで、厚盛りでちょっと 2.5 盛りに挑戦してみます。あぶねえ、食テロだろ。でこうやってね券売機になってまして、僕はね結構ねプライベートでね来たりしたんですよ。子供たちもね来たりしたんですけど、俺ね結構ねこれね豚キムチ味噌ラーメン結構僕好きなんですよ。野菜いっぱい入ってね結構おすすめですよ。うん、じゃあねちょっと早速ね来るの待ってみましょう。本当にこれあれだからね、ガチの普通に歩ってて今日取っちゃえと思ってね、うん、今ちょっと早速ね来て食べてみますよ。こうやってね突然来てね、携帯っていいよね。確かにこれねこういうふうにこう卓上ねこうなってます。じゃあ俺ねやっぱりほら体が大きいとさ、こういう、あ、これ麦茶なのかな、ほうじ茶かな、生き返った。やっぱさ体が大きいとさ、あの補充しないとあかんのよ。え、みんな分かってるって。そうそう、ありがとう。うわ、来ました、これはすごいぞ。お、これなんか意外と武士系なんですね。これ厚盛りです。麺がね 500g ぐらいあるそうです。いただきます。これはもう早速研いだ方がいいかな。これは武士系だ、これ武士豚骨系かな。ちょっとスープ飲んでみよう。ほら見て、あ、濃厚だね。あー、いい香りする。鰹節とねこう豚ガラの匂いがしますよ。おお、これはうめえぞ。甘辛ですね。ちょっと厚盛りを、これいただきます。うん、麺もツルツルで、でね、この柑水の香りがしててね、僕好みです。わー、コクがあるなー。すげーまったり。もうさ、食テロになってるね。うん。またこのさ、鰹節の香りがいいわ。うん。うん。メンマとね。チャーシューのぶつ切りが入ってます。うん、うわ、これはたまんねえわ。これ皆さん、あーあー、この卵も味玉ね、これ半熟卵うまそう。うまっ、ほんとうまいわ。麺ももちもちよ。というわけでね、もう食っていくよ。ショートバージョンだから。またね。はい、食った。500g 以上食いましたよ。あとまあアイスクリームぐらい食えるかな。いやー、最高の夜食になっちゃった。お腹すいたでしょ。へへ。じゃあまたね。次の食トレはどこかな。バイバイ。